ロッジに戻って助けを呼ぶわよ。でもニックは歩けないし。いい考えがある。あ、一輪車が。さっき絶対暴発してた。話して正解だと思うよ。さて、今夜のまとめね。じゃあ、謎なぞ。親指が2本あって、真っ暗な島で一人ぼっち。これなんだ。答えはバカ。一本ね。使えるのは。オッケー。そして勇敢な女の子は不気味な無人島に一人取り残されてしまいましたとさ。ぶっちゃけるとね、置いてかれちゃったわけ。この変な孤島に一人で撮影以外やることもない状態で、あそこにツリーハウスがあるから行ってみますか。素敵な景色が楽しめるかもしれないし。正直みんなのとこへは戻りたくないし、戻りたくても戻れないし。だって彼の方が先に逃げ出したのに追いかけてたら超うざい女みたいじゃない。ああもうごめん、愚痴ばっかで。愚痴愚痴探検つまんない。もういい、ツリーハウス探検隊出発。結構広いよねこのことを。よく見たら、これ、戻るって選択肢は本当も取れないのかな。お、お、ジェイコブなの？え、違う、じいさんだ。サイコパスのじいさんがおった。あ、やった。魔術師、魔術師か。驚愕、絶句、神秘、衝撃、感覚を操ること、それが魔術師の力さ。まばたきすら許されやしない。見逃すんじゃないよ、大事なものを。なんか重要なやつかもしれないね。トイレ、ここ。これが何かは見ての通り。使ったことないけど私にはちょっとワイルドすぎ。これ今更だけど出したものはどこに行くんだろう。うわ、やめてよ。何も見なかったことにして先に進みますか。いや、そうだよね、ことだもんね。遊泳禁止の理由はそこもあるかもしれない。衛生面のお話とか、そこも意外と含んでるかもね。ここなんだ。さて、ここはミーティングスペース。みんなで集まって、ほらウェイって。滑ってる自覚はあるんだけれど、何事にもほら限界があるじゃない。見たまんますぎね。え、分かってよ。この島は採石場の掘り残しで湖ができた時に自然に戻った場所なの。素敵でしょ。子供の頃はプールに浮かぶエアベッドみたいに島は水に浮かんでると思ってたのよね。でも今は大人だからわかる。全部が見かけ通りじゃないってね。例えばひと夏の燃えるような恋の相手が実は超子供っぽいやつで、私が付き合ってくださいってラブレターを書かないからいじけてたりって。何の話。まあ何でもいいか。ていうか、なんで私が釈明しなきゃなの。あっちが勝手にわめいてるだけなのに。見て、すごい偶然だって。ほら、分かれ道最高。さてどうしようかな。文字通り上に行くべき？それで忘れるの？それとも今の道を歩き続けて不幸な人生を愚痴り続ける？ま、みんなの意見も聞けないし自分次第ね。
あ、後ろいた。今ばあさんが映ってた。あ、でもこっちにはいないね。さあどっち行くべきか。下も通じてるみたい。どっかに。俺的には小屋に行きたいんだよね。小屋に行くには上じゃないかな。よし、やっぱ目指すは上よね。この遊歩道、素朴な雰囲気で懐かしくない？それも当然、指にトゲが刺さった子が泣きわめいちゃって、それを抜くのに奮闘したとこだもん。そんなのばっかりよ。もちろんその子は無事だったけど、あれね、死に至らぬ傷は成長の糧となる。あ、ここジップラインのとこだったみたい。小屋には行かないかな。さあ、見えてきた。古いけど、てか本当にオンボロよね。でもあそこから眺める景色は最高よ。ジップラインもあるし、私の大はしゃぎを見せてあげられるかもね。せっかくだし、今この時を思いっきり楽しんでやるわ。まずは行くわよ。話すこともいっぱいあるし。苛立ち、同情的、ジェイコブのうざいとこは、アビーが無事だといいけれど。アビーについて聞こえてなかったみたいなこと言ってたけどね。同情的にしてみようか。アビーは無事かな。走っていっちゃったし、まあそれも私がニックとあんなことしたから。でもゲームだし、ビッチとかじゃないから。アビーはね、ニックが好きで、実は両思いなの。それでちょっと煽りたくなっちゃったの。だって中学生みたいにお互いもじもじしてるんだもん。悪いことしたかな。でも二人なら大丈夫。きっと今頃静かな森の中でイチャイチャしてるわね。悲鳴のことじゃなかったね。まだ焚き火のとこにいた時のことで、うん、アビーを心配してた感じで。小屋来ました。ここに誰かいいんだよね。明かりはね、ついてないかな。入れますかね。あ、まずは覗く。これ鍵ね。鍵だ。しかもパトカーの。パトカー？もしかしてこれ無実です。やってません。的なことになるかな。このままにしておいた方がいいわね。ちょっと待って、パトカー、あの警察官の。ここに警察官いんのかな。パトカーのキー、ノースキル警察署にあるはずのキー。なぜ遠く離れたハケット採石場の島のツリーハウスにあるのだろう。ここに身を隠してる？まさか。到着。言った通り、とんでもなくオンボロだけど、結構立派なツリーハウスでしょ。別の世界線ではジェイコブと私がここでおままごとをしてたりして。ハニー、ただいま。なんだって？子供を寝かしつける？それは君が得意だろ。さ、中へどうぞ。これぞサマーキャンプって感じよね。誰かが片付け忘れ、誰かが片付け忘れてたみたいね。子供たちが忘れたか、リーダーの誰かのかな。でも見たことないわね。あ、上がある。聞こえた。選択しないとね。他人の持ち物を盗み見るか、それとも不気味な落とし戸を開け苦痛に満ちた死に直面するか。正解はないわよ。バッグの中を探す。落とし戸を開ける。いや、バッグだろう。落とし戸はちょっとワンパンキルがありそう。バッグ。バッグだわ。となれば服を着る。これ一択よ。
おお、うん、武器ゲット。ゲット。さてと、上に何かあるっぽいわね。びっくりして飛び上がるようなものじゃないことは確かだと思うけど。さらば残酷な世界、幕は下り、アンコールに応える暇もなし。おお、スタンガン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 。あ、クマ撃退スプレーあった。スタンガン。聞いたか？写真を撮る。襲撃時の証拠。ツリーハウスで襲われる瞬間のエマの写真。アップでピントが合っていない。でも、ね、物は撮れてるよ。これもしかして感染した警察官？いや、違うな。マックスじゃないかな、これ。警察官銃で撃って、おそらくマックスを撃ってたんだと思うんだけど、やりきれてなかったんかな。果たしてこいつの正体は誰ですかね。ちょっと、はい、戻します。どこ？下。よしよしよし。逃げる。スプレー。スプレーは効いたでしょう。しばらくは戦闘不能になってんじゃないかな。え、これどうすんの？上。いや、もう来たわ。落とし戸を使う。ドアを塞ぐ。落とし戸。下、危ない。お、連打、連打、連打。急げ。それ一個じゃ、ここの心もとない、心もとない。それ一個じゃ。ロッジに戻ってきた。ああ、ナイス。ゆっくり。ああ、心配ない。痛い？うん、だけどお腹が減ってて。食べ物を探してくるから。ごめん。うん、最高。いくらでも食べられそうだ。あ、そんなにたくさんはないと思うけど、シリアルくらいなら。シリアルはちょっと。これちょっと変化してきてないかね。力、あー力、あ、取り損ねちゃった。取り損ねた。時間制限付きだった、ここ。あ、いいだ。これは医務室の鍵さ、いろいろあるはずだ。消毒できるものがあればいいけど。あ、食べ物を探すわ。俺たちは電話を探そう。うん、ハケットさんのオフィスにあるんじゃ。ああ、すぐ戻る。了解。ショットガンも取ってこよう。うん。身長、匂いが残っているかな。楽観的、大丈夫だと思う。ん？大丈夫だといいけど。身長。二人を襲ったやつが何にせよ。大丈夫かな、匂いとかそういうの。え？いや、そいつが血の匂いをたどって追ってきたりしないかなって。どうかな。一緒にいたら俺たちも格好の獲物なんじゃないかな。森で二人を襲ったやつがロッジまで入ってくるってことはさすがにないだろう。まあ、そうか。うん、そうだよな。いや、行こう。
助けを呼ばないと。こんなに静かだと変な感じだ。キャンプの間、夜に来たことはないのか。君はあるわけ？うん、何度かな。ディラー。おい、どこへ？いや、その、名前を呼ばれたような。空耳だろ？ニックの怪我は意外と軽いんじゃ。いや、軽くはないだろう。えぐれてんだよ。希望的疑心暗鬼。希望的ならいいね。ああ。何さ。助けを呼ぼう。どこにかける？ハケットさん、番号を聞いてないんだ。それなら911は？911か？90ってなんだよ。いや、ほら、それはともかくとして、何を頼めばいい？警察か？救急車か？やっぱショットガン取ったね。うん、これは警察じゃない？逮捕されるかな。あいつが来るよね、絶対。警察呼んだら。そういえばどうしよっかな、これ。警察、まあ警察にしとこう。警察だよ、考えるまでもないじゃん。じゃあ警察です、どうしましたかって聞かれたら、俺は助けてください、友人がクマに襲われて、いや、クマではないかもしれないけど、牙を持った動物であることは間違いなくて、何匹いるかとか、どれだけ頭がいいかとかは分かりませんが、今にも襲ってくる可能性があるから、すぐに助けが必要なんですって言えばいいのか。いいと思うよ、それで。そんな感じで。分かった。どうしたの？ダメだ。どういうこと？どういうこと？今のタイミングで切れたってこと？怪しむ。変だな。いきなり通じなくなることもあるさ。警察に連絡しようって瞬間にかい？偶然だよ。ガチャガチャってやってみたら？え？どうなるんだ？さあ、映画とかで電話が通じないとこうやって連打してるだろ。映画じゃないぞ。へえ、どうしてわかるんだよ。こっそり撮影されてないとも限らないじゃん。ダメだ、こいつは通じないみたいだ。どこにもだ。このキャンプで他に固定電話は？電話じゃないけど。ん？小屋に古い無線放送の機材があるんだ。アナウンスに使ってたやつか？俺セレクトのサマーソングを流したりね。あとキャンプ参加者への連絡事項とか。古い機材だけど、あれをいじれば外にメッセージを届けられるんじゃないかな。わかった、よし、行って外に連絡できないかやってみよう。それ戻しとけよ。いや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 、持っていかんと。攻撃的、冷静、しばらく持っているだけ。攻撃的で行こう。本気で言ってる？身を守るものを持たずに出歩けって。というか、安全のためだ。自分で自分の目を打つって。頭かも。ひどいな、そんなことしないって。おっと、これ天気のせいかな。天気ね。じゃあ、そうだな、クマかも。はあ、クマ。なんで何でもクマのせいにするわけ？百歩譲ってだよ、クマが電話線を切り、今度は電線も切ったとして、そのクマが廊下で俺たちを待ち構えてたらどうするつもりだよ。確かに。どうも。
ケイトリンに無線小屋へ行くと言っておいた方がいい。ああ、そうだね。行こう。おいおい。なあ、それはケイトリンに渡したらどうだ？そうだね。あの、向こうの方が扱いに慣れてますか。保身的、攻撃的、君の銃を渡せ。デュランね、銃の扱い絶対慣れてない動きしてたから、保身的でいこう。でも彼女にこれって必要かな。俺たちと同じくらい必要だろ。ケイトリンはロッジの中、俺たちは外。ロッジの中に危険な奴がいるかもって言ったじゃないか。いつ？ついさっきだよ。ああ、でもそれはどうしても銃が必要だったからさ。彼女に銃を渡せよ。いや、渡そう。まあ、そうだね。なあ、俺のがまだある。おとなしくしてたらこれを貸すよ。ちゃんと責任を取ってくれよな。取れるように頑張るとする。お邪魔だった？元気出せって。どうせ使えやしなかったんだ。頼りにしてるよ。ありがとう、ディラン。優しくてイケメンだな。うん、知ってる。あ、やっぱデュラン、ショットガン使えなかったんだ。じゃあ渡して正解だったね。まあ、動き見ててド素人っていうのは分かったよね。ん？おお。これ行かないとダメだよね。今さすがに握力足りるかな。いや、なんか切られそう。握力足りる云々より、ゆっくりかな。気づかれないように。いや、でも結構音すんな。素早くの方が良かったかも。これ結構音する。スピード上げる。いや、もうこれ上げた方がいい。想像よりか音がしてるから。ジャンプ巻き上げる。泳げないと信じて飛びます。これはもう巻き上げてる暇がね。あ、そういうこと。ジャンプってそういうことか。オッケー。多分あいつ泳げないと思う。いや、もう使えないよね、さすがに。とりあえず今のはジャンプが正解だと思う。巻き上げてたらもう間に合わなかったね。ここどこ？おや、お前さんかい。よく来たね。さて、じゃあ始めるかい。一番しか魔術師か。驚愕、絶句、神秘、衝撃、感覚を操ること、それが魔術師の力さ。瞬きすら許されやしない。見逃すんじゃないよ。
大事なものを。さてどうする、もっと見るかい。今回も決めるのはお前さんだよ。さあどうしたいか言っておくれ。いや、2枚目ね、欲しかったね。まさかの次元式だったのはちょっとあれでしたけど、見ます。え、また一旦別れた。よく考えるんだよ、誰を大事にするべきか、誰が自分の味方なのかをね。あれはデュランの手首だよね。切り落としましたね。つまりデュランは指っていうか、まあ、手を噛まれたり傷つけられたりして、であの時点ではもう感染するかしないかっていうのが分かってるって状況なんですかね。それでやむなく切り落としたのかもしれない。まあ考察なんでね。外れてるかもしれないんですけど。まあでも、そうだね。切り落としたっぽいね。なんかの理由で。OK。じゃあこのまま5チャプター目いきましょう。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。